こんばんは、モードへのノリです。大変遅くなりましたが、6月24日にリリースされた IZONE の日本セカンドシングル、ブエノスアイレスの開封に行きたいと思います。本日7月の29日は TWICE のハッピーハッピーのハイタッチ会も幕張メッセで開催だったということで、結構ね、幕張メッセってハイタッチ会開催してますよね。で、こちらも今回はハイタッチ会とサイン会に参加ができるチケットついてますので楽しみです。前回はグループハイタッチに参加したから4人ね、パン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 とハイタッチをして、しかも初めてだったのですね、あのシステムが。ちょっといろいろね、知らないことだらけでかなり勉強になりましたので、次回はね、参考にして挑みたいと思います。はい、では早速開けていきたいと思います。これあれだよね、ボックス CD の方だよね。これね、結構高かったんですけど、これはさ、サイン会がいけるからさ、お値段が高くてもこのボックスっていう素敵なね、保存したくなっちゃうような CD とサイン会に参加できるっていうのはですね、まあお値段以上の価値があるのではないかなと思います。こっちから行こうかな。こっちね、こっちは、ハイタッチ会です。皆さん、ハイタッチ会行きますか？私はですね、8月の10日の方で申し込みました。よいしょ。すごいね。あ、そう、生写真も入ってるんだよね、これね。誰かな、誰が出るかな。はい、じゃちょっと行きましょう。おお、このなんか上のところにね、ハイタッチ会が、はい、私今回第4部なんですけど、今回は、私の推し、皆さんご存知、ウォニョンちゃんとユジンちゃん、はい、そしてですね、やっぱね、本当に一度生で拝みたいサクちゃん。もうね、この間ちょっと遠目でしか見れなかったけど、もう絶対美しい、可愛いし美しいと思う。なのでですね、宮脇さくら殿、アンユジン殿、チャン・ウォニョン殿の立ち会のやつが入っております。これね、はい、こっちの方には私の名前が入ってますので、これは、いやー、楽しみー。そして、お、あ、やばい、上に、ここに生写真があったので一番上見えちゃった。そしてこれはじゃあ後でCD がどんな感じかっていうと、はい、これね、なんかそのやっぱちょっと同じ CD3 枚は私はあまり必要ないので、本当サイン会じゃない、ハイタッチ会がついてるっていうところで、買ってます。みんなどうしてる？はい、ではちょっと一つ開けてみましょう。今回さ、すごくさ、ジャケットがかっこいいんだよね。よいしょ、こんな感じ。民事センター来たね。はい、こんな感じになってるんだね。紫な感じ、ブエノスアイレス。皆さんも踊ってますか？これはでもあれだね、特に写真とかも別にないし、これ楽しい、かっこいいね。で、歌詞、私まだこっちの曲聴いてない、聴きたい。あー、歌詞は全部秋元康さんだね。はい、じゃあこっちは、そうか、 CD は同じで特に変わり映えはない感じなので、では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 、生写真いきます。私は CD ね、3枚買ったので3枚やります。ちょっと一番上だけ見えちゃったんですけど、 さっきね、開けた時に。はい、ではいきますよ、せーの、じゃん、なったー、モニョー、持ってるね、私。はい、いやー、かわいい。もうほんとね、音楽番組何個か見たんですけど、やっぱりいつもかわいい。なんでこんなにスタイル抜群で大人っぽくて綺麗なのに、こんなになんかベビーフェイスでかわいいのかっていう、もうサイン会楽しみ。サイン会ね、サイン会ね、そう、私もちょっとね、この間入院した時にもう行けないかなって諦めてたんですけれども、まあ本当は買った時は、
いわゆる安定期に入っていて、ちょっとお腹が少し大きくなり始めてるんだけれども、いけるかなと思って買ったんですけども、この間入院して結局いけないかもと思ってたんですけども、その後に出産、ちょっと早産になったんですけども出産しまして、で毎日NICU に娘に会いに通ってるんですけれども、午前中にね娘に会いに行って、で 2,3 時間おきの搾乳もちゃんと授乳室でできるので、それも、できるから行くことができるようになりました。はい、本人に話しに行きたいと思います。せっかくだから娘の名前書いてもらおうかな。はい、そしてじゃあ次行きましょう。行くよ行くよ行くよ、せーのじゃん。はユジン来た、持ってるね。あ、これ分かった、タッチ会のメンバーの写真かっていうことだよね。そういうことか、なるほど、あのそれは持ってるわけだ。はいはいはい、あ、一人で興奮したということは次さくちゃんだ。行きます、かわいい、かわいい。いきます、せーの、じゃん。あ、そう、違うじゃん。嫌な。あー、ティンカーベルみたい。はい、かわいい。あ、なんだなんだ。え、じゃああれじゃんね。ちょっと鼻がかゆ。この、私のアンニョンズ。普通に推しが出ただけだ。サイン会メンバーがの生写真がついてくるっていうわけじゃないんだ。これがサクちゃんじゃないんだもんね。というわけで私は、ハイタッチ会の、間違えた、ハイタッチ会のメンバーの話ね、ハイタッチ会の CD の方は、ボニョン、ユジン、イエナの3名でした。あー嬉しい、これちょっとジュノに、ジュノ買ったやつ何だったかな、生写真交換しようかな。はい、という感じです。じゃあ次は、あー嘘、嬉しい。はい、次はボックス開けていきたいと思います。はい、では行きましょう。これ嬉しいね。なんかね、一番最初の好きと言わせたいの時に、ボックス買わなかったことちょっとだけ後悔してたんですけど、下返しと思って、あ、上にはやっぱりね、これサイン会のチケットが入ってます。はい、チャンオニオンサイン第5部。はい、うん、だ、はい、そしてこれ生写真入ってるけど、これってあれだよね、全員分が入ってるんだよね。ティントはオニオンです。あー来たー、初だよこういうボックス。おーすごいね、すごいね、すごいね、すごい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 しか言ってないけど、すごいのよ。はい、もうなんか入れ方忘れたかもしれないけど、すごい、アイズワンのロゴとメンバーが、こうか、1面、2面、3面と。で、これを開けるとさ、てよー、どんどん大人っぽく綺麗になっていきます。みんじゅー、チェモン、ひーちゃん、かんちゃん、うんび姉さん、なこちゃん、ゆじん、イエナ、ゆり、ゆりのこの、Y と R が大文字で、U と I が小文字の中、ノリの大文字と小文字にちょっと似てる。サクちゃんは美しいよね、いつもね、サクちゃん。ほにゃーん。で、全員のバージョン。はーん、これさ、裏は違う写真なんだ。中身は一緒だよね。コレクター的には開封しないんだろうけど、ゴニョンは開けます。あー中身は一緒かな、おそらく。わー、なんかもう指紋つけたくない。じゃん、はい、一緒。ここの下が違うとか、あ、そんなこともないね。はい、では写真ね、開けていきましょう。これは普通にさ12枚入ってんだね、きっとね。ほにょーん、ほにょーんさんからのちゃん、さくちゃん、ちゃん、ゆりちゃん、さ、ゆな、さ、ゆうじん、さ、なこちゃん、さ、かんちゃん、ひーちゃん、で、ジェホン、みんじゅ、ジェヨン、ほんは、
はい、最後のがランダムってことかな。んこれでもあれだよね、そうか、こっちの写真とはさっきかんちゃんのやつ違ったよね。かんちゃんはかんちゃんでも違う。いやーみんな可愛い。なんかね、生写真を見てると一応元カメラマンなので、写真、ポートレート写真が撮りたくなるね、すごく。はい、以上本日の開封動画でした。皆さん何が出ましたか。皆さん誰のハイタッチ会サイン会に行きますか。もし会場で見かけたら、私8月10日なんですけど、本当気軽に声かけてください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。評価の方もお待ちしております。目指せ1万人もう少し。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。